想定して先回りしてケアしておくとか。はい、はい、えー、こんにちは、岡田です。えー、今日は、個別コンサルはですね、相手に思いやりを持った行動を取れるようにするためにアドバイスしてほしいと,いと。えー、まず、えー、お呼びしましょう。サイヤ君です。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。えー、相手に、 はい。まあ思いやりを持った行動、言動が取れるようにしていきたいっていうことで。はい。ええまず、最悪の考える、はい。思いやり、思ってるってどういうことですか思いやりがあるっていいつも、相手に、うん。こう思われ、相手視点で、うん。考えることが結構できてなくて、うん。自分が、 とそこを考えられずにして相手がどう捉えるかとか相手がどう思うかとかっていうところがまだ全然できていないなっていうところうん、うん、自分がされたらどう思うのかとかをなんかもっと考えないといけないなっていうところが思ってるところです。なるるほどはいい、あのーまあ、いわゆる思いやり っていうののはその相互コミュニケーションなんですけど、はい、これ、あんまりこう、人を絡ませて考えると難しいんですよ。はい、あそうなんですね。うん。あの、はい、その人の潜在的に考える優しさとかが絡んできちゃうんで、はい、余計なことしちゃうんですね、はいうん。違うんですよ。思いやりって仕事と同じなんです。いや、言わなくてもわかるよね、これ っていう、なんでこれ確認しなかったとか、はあ、はい。これ一応、さあ、その前にみんなに聞いておいた方がわかるよねとか、はあ、そう要は、飲み会の感じをするとか、はあ、はい。そういう時に、こうなるかなっていうのを想定することなんですよ。うん,うんうんうん。想定して先回りして、ケアしておくとか、はいうん、うんうん。こうなった時のために準備しておく。はい。うん、ということなんです。はい。 うん、でそれができる人は、それをただ単純にコミュニケーションに置き換えるっていうだけなんですよ。ああ、なるほど、うん。だから僕はいつも頭が悪いは、モテない人は頭が悪いんですって言うんだけど、はい、仕事もできないっていうふうに。はい、これは何かって言ったら、想定問答してないからなんです。子供と一緒なんです。え、それをそこで遊んだら汚れるよねっていうのがわからない。ま、生きてるってことなんですよ。はい うん、だから女の人から見て男を見てうんざりする男性っていうのは例えば洗面所洗面台の水がさ、はい、顔を洗った後に跳ねた後に、はい、はにそのまんまにしていっちゃう男性多いでしょ多いですねだ,、うん、だけど次の人使うとさ気持ち悪いじゃんやっぱりそ,そうですね誰が使ったか分かんないとか濡れてると、ね、イラッとしますよねはい しかも濡れてるってことは誰かが吹かなきゃいけないわけで、水垢とかになっちゃうから。うん、はい。それを考えれたら、普通は吹けるよねってことなんですよ。うん、うん、うん、うん。だけど、そこに対してめんどくさいとか考えが覚えつかないということは、一緒にいる人の暮らし、はい、一緒にいる人に対して気を使ってないんだなってなるのね。なるほど。だから、もういいや、こいつはってなってくるんですよ。はい。うん。だから、 それを、要は、気を使おうとか、そういうことで捉えちゃうと、はい。すごく余計なこともしちゃうんですよ。やんなくていいこと。むしろ、<ー>やんなくていいことの方が多いんですよ。相互コミュニケーションって。はい。へえだから、例えば会話なんかでも、こう、余計な一言とか、はい。余計なちゃちゃとか、余計な自分の話を挟んだりすることの方が多いんですよ。はいはい、ああ。むしろそこで、ああ、そうなんですね。 で、黙って合図打って、相手の言葉待ってれば相手が勝手に話し始めるのに、はい、そこを余計なことをしちゃう。で、もし相互コミュニケーションがそのコミュニケーションに置き換えたとしたら、今の同じ場面だったら、はい。まあ、こういう話し方をするってことは、何か話したいことあるんだろうなってなるわけですよね。ああ、そうなんですね。で、特に切り出し方がわかんなかったり、めんどくさかったら、マちゃいいんですよ。ああ<ー>、<laughs> で待って相手が出しづらかそうにしてたらもう一回あえて聞いてあげるとか。はい、はははただ聞かなくて出してきてくれたら待つだけで楽だから。っていうだけの話で。なるほど。うん、だから、あのーベル、メールとかでも僕がほとんどみんなに対して厳しくやってるのは、はい、はい、その例えば、 あの肌なんかもそうですね、あの今、島田のコンサーやって、LINE でやってますけど、はい、あれなんかも結局、返信がいらない連絡だったら、はいはい、もうスタンプなり、絵文字なり、要は相手が既読を押さなくても、あ返信いらないんだなっていう状態で送らなきゃいけないわけですよ。はい、それが本当に相手に気を使ってるってことなんです。 うんうん、でなんだけど、じゃあそれができるようになるにはどうしたらいいかってと、本当これ仕事と同じですよ。はあ、はあ,あ、多分相手は1日30、40ぐらい来てるだろうな、めんどくさいだろうな。はい。うん、だったら、うん、まあ返信いらないですよって一目でわかるようにしてあげよう、うんうん、ってなるわけですよね。した方がいいなっ、うん、でそこで優しさとか思いやりとか思惑はないんですよ、単純に。 あうん、全然勘違いしてますね。仕事と同じなんですよ。はい。うん <laughs> で。アプリなんかもとっととやり取り済ませなさいっていうのは、相手はいっぱい多くの人とやってるだろうし、あはいうん、いちいちチェックするのもだるいだろうなっていうあ<ー>で。だけども、あまりでも簡単に誘っちゃったら簡単な女っつって、はい、要は筋、うん、なかなかイエスって言いづらいだろうな。ある程度茶番済ませて、はい、あ、もういいかなっていう頃合いで、 ちょっと誘いを匂わせて、じゃあ大丈夫そうだったら、じゃあここどうですか僕は何曜日と何曜日がお休みですけど、はい。お休みありますかっていうふうに言えば、うん、相手はその順段を振ってもらえれば面倒くさくないし、かといって、立場も保てるし、イエスって言いやすいでしょ。だそれも仕事と同じなんですよ、<laughs> 本当に。はい。うん。うん。 そういうふうに捉えるって、クレバーに捉えるってことね。はい。うん。ひもて特有の余計なことをするなっていつも言うのはそういうことなんです、本当に。すごく分かりやすかとね、知ってました。全部余計なことなんですよ、はい。うん。だから、それは、こなれた人たちとか女の子からすると、本当、鬱陶しいので、うん。そこをさらっと抑えれるように、はい。見つけていくためには、まず仕事として捉えるってことね。 はいうん、それが一番大事。あと、1個気になったのは、収録が始まって、まあ、今の相づちもそうかな、あのはい、ちょっとやっぱり呼吸が浅い。浅いですか、はい。うん、ですごく浅いし、はいえー、トレーニングのベースの話し方はしてできてないから。はいうん そこをちょっと修正していってほしいね。ありがとうございます。うん。結構アプローチでも、うん。テンパっちゃうことが多くて、うん。聞き直すと、本当になんか、わざとてしてると言いますか。うん、うんうん。落ち着いてないなっていうの。今、今、今、指摘してからは、少し良くなってます、ねはい、あ本当あ、ですか。うん。あ,はい、あ、今の感じとか。 ありがとうございます。うん。ただ、一番ひどかったのは収録の前かな。最初に入ってくるときはもう、もう。はい。あの。そうだったんですね。うん、酸素を失った魚みたいになってたから。はい。そこをちょっと気をつけて。はい。なかなかこう、呼吸発生ってほんと根付かないんですよ。そうですね。うん。やっぱり例えば、二十、30歳なら、ね、30年間そうやって生きてきたんで。はい。はい。 だから、ただ、しつこくしつこく自分に、うん、いてると、だんだん身についてくるから。わ、うん、かりました。うん。そこは続けていけるようにしてください。はい、ありがとうございます。はい、えー。あとは、とりあえず大丈夫ですかね。そうですね。はい、大丈夫です。わ、うん、かりました。じゃあ、また、え私も返信していきますんで、やるべきことを進めていきましょう。はい ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。はい、またよろしくお願いいたします。失礼いたします。はい、失礼いたします。ますご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。